皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年12月18日日曜日ということになりましたので、まあ、これのですね、まとめ記事ということで、本日はキャッシュレス決済の2022年12月分に起こった 15のニュースとはということで解説していきたいなと思っているんですがまず本題に入る前にですね今日のブログの冒頭についている写真の方から説明していきたいと思いますまずこちらからご覧くださいどうぞはいでは早速なんですがちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、ネットビジネスアナリストと TikTok で検索すると誰ということでですねなんかですねこんな感じでたくさんですね同じ顔のですね 女性らしき方のですね、プロフィール写真がずらずらずらっと出てきましてですね。で、これあの、ちょっと前までは自分と同じプロフィール写真を使っていたので、さすがに問題あるなと思ってたら、プロフィール写真を変えてきたんだけど、アカウント名がね、このネットウェスアナリストよくと一緒に、順番が逆になってるんですが、でも同じアカウント名になって投稿は何もないというものが出てて、 どうなんかなと思っていたらですね、今見たらどうなってるかということで、ちょっと検索してみるとですね、はい、検索結果のとこになくなりましたということで、まあ良かったなと思ってるんですあれ何だったんだろうって気がしてるんですが、はい、ということですね、あの、今日の話題はですね、キャッシュレス決済。 のこと。まあ、キャッシュレス決済っていうのは、そのいわゆる QR コード決済だけではなくて、クレジットカードから電子マネーから、そしてお金にまつわるいろんな話ってなるんですけど、これらのものをですねえ、振り返っていきたいなっていうふうに思っています。はい。ではですね、え僕のブログの、はい、えー、こちらですね、冒頭についているもので、ちょっと説明していきたいと思ってるんですが、あ、こちらですね。すいません。はい。えー、見ていきたいと思うんですが、ここにありますように、はい。 まずは QR コード決済、デジタル給与払い、マルチ決済、レジレス、ポイントに関すること、マイナポイントに関することですね。そして、そうですね、などですね、説明していきたいと思ってるんですが、じゃあちょっとね、ご覧いただきたいと思ってるんですが、はい、まず一つ目は、はい、マルチ決済に関するニュースとですね、そしてマイナンバーカード、 えー、t ポイントなどのポイント、えー、レジレスの話、QR コード決済、えー、デジタル給与払い、そしてショッピングカードの話、などなどですね。このような話をですね、今日はしていきたいと思っています。ではまずですね、え、現状どうなってるかっていうことでちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるには、 のリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、 そして、デイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。どうぞ